多くの芸人から笑いの神様と称されるほどその才能が認められているダウンタウン。今回はそんなダウンタウンの共演 NG な芸能人をたっぷり紹介していきます。ミノモンタ。まずは大御所ミノモンタですが、相手側がダウンタウンに対して完全に共演 NG を出しています。発端は2006年にミノモンタが出演しているニュースでいじめ問題の話題となった時に、僕はねすごく感じます、これはねある関西系のお笑いタレントなんですよ。大物ぶって若いタレントを叩いたり蹴ったりするんですよ。それが画面に映るんですよ。それが非常に不愉快だし嫌だよって、名前を呼び捨てにしたりでね、ふざけるんじゃないよって怒ったことがあるんですよ。僕はその番組絶対出ない、二度とそんな奴らの番組に出ないよと、おそらくダウンタウン特に浜田への批判と思われる発言をしたのです。しかしミノモンタはこの発言から8年経った2014年にとあるダウンタウンの冠番組に出演したことがあります。ところが視聴者からは、結局何のポリシーもない、ただテレビに出たいだけとダウンタウンへの批判発言があったにもかかわらず、出演したミノモンタへのブーメラン的な批判が殺到してしまったのです。森脇健児に関してはダウンタウンが大阪にいる頃から一方的に嫌っていて共演 NG としているそうです。ガキ塚のクイズ企画で面白くない芸人は誰でしょうという問題に松本人志を含む回答者が一斉に森脇の名前を挙げたこともあり、あるダウンタウンデラックスの時には以前からゴシップ好きとして知られており、ダウンタウンにまつわるゴシップネタを持ってきたさらば青春の光森田が、いつかダウンタウンを倒す男と題し、聞いた話ですよと話し始めます。もう何十年も前にダウンタウンが東京で人気を得た頃、同時期に森脇健児もトレンディードラマで主演を務めるなど人気を博していましたが、森田は当時のダウンタウンについて、2人とも若かったのでメディアで堂々と森脇さんをバカにしていたんですよと語り、具体的にはダウンタウンが森脇におもんないなどと直接的な表現で言われたことがきっかけで森脇が大阪に帰ってしまったことを明かします。これだけ聞くとダウンタウンの2人が森脇を大阪に追い返したというだけのようにしか聞こえません。しかし問題はここからでした。なんと森脇が大阪に戻って初めてやったことはボクシングを習うことだったというのです。その理由はいつかダウンタウンをボコボコにするためだったと言います。さらに森田はこれも聞いた話ですけどと続け、森脇さんがボクシングに打ち込んでいると聞いた松本さんはそれ以降急に体を鍛え出したらしいですよと暴露し、スタジオの笑いを誘っていました。この森田のゴシップネタにはダウンタウンの2人も爆笑します。さらに松本はむちゃくちゃやん、まずバカにしてないからと否定しつつも、笑いどころのない子やなとは思ったとコメントしました。スタジオの出演者からはそれですと総ツッコミが入り、相方の浜田さんからもかつてラジオで森脇聞いてるか、はよこの世界やめろと暴言を放っていたことを暴露され、これにはさすがの松本も全然思ってないことを言うっていうとタジタジの様子でした。酒井紀子。とある薬で一度芸能界の表舞台からは完全に姿を消すことになった酒井紀子ですが、今は少しずつ芸能界に復帰をしています。そんな復帰途中に元俳優の高知昇が薬物事件を起こした時、マスコミが酒井紀子に取材をしていました。酒井紀子は自身がイメージキャラクターとなったと発表したイベントで囲み取材を受けていたのですが、その取材はマンモスレピーなどとノリピー語を使い機嫌よく取材を受けていたのに、高知昇の話になった途端に取材が終了したといいます。この逃げたとも捉えられかねない酒井の行動が松本にとっては理解しがたい、むしろ憤慨した出来事だったようで、松本は酒井紀子にはある薬について話をする義務があると自身の番組で声を大にして語ったのです。また芸能活動をできるようになった今、裏切ってしまったファンや支えてくれた人たちへの恩返しをする必要があるんちゃうか、彼女にできる最大の行動がある薬を語ることちゃうかと疑問を投げかけ、あそこであの人がノーコメントって言ったところで事件のことは払拭されへんよ、誰も忘れへんよなどと厳しく語ったことからもわかるように、松本は酒井への印象が良くないのは確かでしょう。北島舞。元光源氏の大沢みきおの元妻で女優の北島舞との共演 NG に関してはあまり知られていないようですが、ワイドナショーで北島舞と大沢みきおの間に生まれた子供の DNA 鑑定をしたニュースを取り上げていた時に、松本ははっきりと共演 NG だと語っていたのです。そのワイドナショーで取り上げられたニュースというのが、大沢みきおさんが元妻の北島さんが出産した長男が実子ではないと親子関係不存在の確認を求めた訴訟で、東京家庭裁判所が親子関係は存在しないとの判決を言い渡したものでした。このニュースにコメンテーターのとある作家が、やっぱり北島さんが悪いと一周すると、ひろみも北島さんが悪い、いいか悪いかというか北島さんが何か知ってるんだろうなってと疑問符を投げかけたのです。それに続いて松本は、僕ね人の死以外は大抵のことは笑いにできると思ってる人なんですけど、これはちょっと笑いにできないというか、やっぱりねなかなか太い女ですねと堂々と批判し、これはなかなか僕はね正直ちょっと共演 NG ですね、無理ですね
ひどいなと嫌悪感を示したのです。そして最後には、僕はもう北島舞と酒井のり子は共演 NG です、笑いにできへんもん、ま、それ言い出したら他にも何人かおるけどとバッサリと胸の内を明かしていました。角田信明、 K1 競技統括プロデューサーとして知る人ぞ知る角田ですが、ブログにてダウンタウンの松本さんから共演 NG にされているといった発言をしたことから発覚しました。以前にガキツカの収録を角田がドタキャンしたことが確執のきっかけとなったようで、未だに不仲で共演 NG だと言われているのです。角田のドタキャンは大きな波紋を呼んだようで、松本はいろんな芸人さんがスケジュールを抑えてたのもみんななしになったんですよ。これは正直大問題というか、だから僕が怒っているとかそういうことじゃなくて、番組の問題とか吉本興業とか、もっと言えば日本テレビとの問題なので、僕の共演 NG とかそんなちっちゃい話じゃないんですよと、所属事務所やテレビ局も巻き込むような大きな問題だったことを明かしました。さらにその約1年後、ダウンタウンデラックスに角田を呼ぶも、当日出演 NG とした件について松本さんは、それは何かの手違いでオファーしちゃったんですが、それは吉本としても番組としてもやっぱり無理だと、やっぱりこの世界のしきたりと言いますか、ドタキャンをしたその人と数ヶ月後に笑いながら仕事していたら、他の人からしたらなんやねんという話になってきますから、これはやっぱり無理でしょって話になってくるんですと、頑なに出演 NG を出している裏側を告白します。また今でもガキの使いは当時のスタッフのままなんで、こないだも会って全員で事実認識を確認したんですよと、角田のドタキャン騒動についてスタッフと事実確認したことも明かし、その一方でこのことをブログで発信した角田に対しては、8年後にブログでっていうのはルール違反なんじゃないかなって、この番組のオンエアを見てブログで返答するっていうのも正直僕はちょっともうこれはもう会社通してやってほしいなと思うかなとコメントしました。最後はかなりヘキヘキした様子の松本でしたが、松本が言ったように面と向かって言わずにブログという影の場でいろいろ言うのはやめた方がいいかもしれませんね。三又又蔵、もともと松本は元ジョーダンズの三又又蔵のことを身勝手なクズ芸人とネタにしながらもめちゃめちゃ可愛がっており、一緒に温泉旅行に行くこともあったといいます。しかしある局の関係者によると、数年前から松本は三又のことを一切口にしなくなったそうで、なぜそのように仲が良かった2人が絶縁関係に至ったのかを、お笑い業界に詳しいある放送作家は、三又が松本さんを裏切ったんです。経営していた六本木のバーを畳んだ三又は、2012年に渋谷区にバーを再オープンさせましたが、資金繰りに苦しむようになった。そこで2年ほど前、松本さんに運転資金の名目で1000万円を借りましたと語りました。さらに地元不動産関係者によると、オープン時はビートたけしさんが来るなど芸人たちで賑わっていたそうですが、三又をよく知るタレントによると、店に現金が入るとそれを握りしめて六本木に繰り出していたという、三又の放漫経営が経営難の原因だったことを明かし、やがて松本に泣きついたと言います。ある放送作家によると、あからさまに貸してくれと頼むのではなく、松本さんが貸そうかと提案せざるを得ないような話し方だったそうです。このようにしたたかな感じだったらしいのですが、三又はお金をブランドバッグや時計の購入、女遊びに使い果たしてしまい、店は結局すぐに潰れてしまった。松本さんは怒りを通り越して呆れ果てましたと、これが絶縁の決定打だったことを明かしていました。1000万円を借りているにもかかわらず、不動産関係者が度重なる家賃滞納に大家が激怒し追い出されたと聞かされた時は、開いた口が塞がらなかったと言っていたのです。これに対して三又はどう弁明するのかと、都内で三又をマスコミが直撃しましたが、いやいやいや全然大丈夫なんで勘弁してくださいと青ざめた顔で多くを語らず、所属事務所もプライベートなことには関知しておりませんとコメントするにとどまるという、無責任で不義理だと思われても仕方のないような回答でした。一方で松本の方は、このトラブルが報じられるとフラッシュで三又又蔵が、僕から大金を借りて全然返さないと、僕から絶縁を受けているどうしようもないやつだっていう、これは完全に事実ですときっぱりと認め、さらに本当に返さないというか、フラッシュさんまだ甘いですよ、あいつのクソ加減がまだ表現できてないと怒りをあらわにするコメントを残していました。これまで数々のクズエピソードで笑いを取ってきた三又ですが、さすがにこれは度が過ぎて笑えませんね。この件に関しては松本が呆れる理由も絶縁した理由も多くの人が共感できるのではないでしょうか。中山秀幸、中山秀幸と共演 NG となったのは、お互いがまだ新人に近いほどの若手だった頃に共演したフジテレビの爆笑ヒットパレードでの出来事が原因だと言われています。当時ダウンタウンは野球のネタを書いたが、年下芸人の中山秀幸が所属する AB ブラザーズもなんと野球のネタを提出してしまい、ダウンタウンの方が急遽変更しなければならないことになったそうで、ダウンタウンの方が先輩であったため、松本はすごく不満に思ったそうなのです。それに加えて収録当日に松本は出番前に中山に挨拶
拶をしたものの、中山は挨拶には全く無反応で、それどころかそのままタバコを吸い出したというのです。年下に冷たい態度を取られるというだけでもブチ切れたくなりそうですが、わざわざネタの変更までしたというのに挨拶すらない中山に松本は当然ブチ切れていたそうなのです。しかも AB ブラザーズの出番になり、松本は中山たちの野球ネタを見ると全然おもんなかった、びっくりこいてもうたと感じたそうで、本当に嫌いですわと、このトラブルから数十年経った後でさえもブチ切れて話していました。ただ中山はこの頃17、8歳で一躍スターになり上がろうとしていた逸材であり、芸能関係者によると中山さんが所属する渡辺プロダクションは当時テレビ業界で絶大なる存在感を放っていました。鍋プロとしては大阪からのこのこやってきた吉本に対して一発マウントをかましてやろうという狙いがあったのかもしれませんと、このトラブルが起きた原因を推測しています。しかしその後独自のカリスマ性を築いていったダウンタウンですが、もしも AB ブラザーズとダウンタウンが仲良くやっていたら、ダウンタウンがカリスマになることもなかったかもしれないし、吉本も今のように大きくなっていなかったかもしれませんと言われていて、ここがダウンタウン飛躍のターニングポイントだったとも言われているのです。爆笑問題。ダウンタウンと爆笑問題が不仲となった原因は、1994年7月25日に発売されたホットドッグプレスのコラムに記載されています。そこにはダウンタウンの松本が爆笑問題に対して土下座せいと要求したということが掲載されていたのです。当時どうしてこのような事態になったのかというと、松本がホットドッグプレスのコラムの雑誌でインタビューを受けたことがきっかけでした。その切り抜き写真を見た爆笑問題の太田光が松本の容姿についていじり、アディダスの広告塔みたいなの、あの無神経さは信じられないとコメントしたのです。この記事を見た松本はすぐに2人を呼べとスタッフに声をかけて爆笑問題を呼び出し、そこで松本は爆笑問題の2人に俺のことには触れんときいなと怒鳴りつけました。そして続けて松本はお前らに問題を出す、今すぐ答えてみ、1今すぐ芸能界を去る、2ここにあるパイプ椅子で殴られる、3この場で土下座せいと問いかけます。爆笑問題の2人は床に額をすりつけることがやっとだったそうです。この経緯からダウンタウンと爆笑問題が不仲になったということでした。確かに松本は30代前半から後半にかけてアディダスコーデを頻繁にしていました。本人としては広告塔という感じではなく、あくまでファッションとして着ていたはずです。しかしそれから20年が経ち、ダウンタウンも爆笑問題も大御所の域に入ったと言ってもいい頃になった2014年3月31日に笑っていいとものグランドフィナーレで爆笑問題2人とは久しぶりに共演をしました。その後松本と太田はお互いのことを名前で呼び合う場面も見られ、最近は共演する機会も増えるなど、かつての共演 NG の方向性は解消されているように思いますね。岡村隆史。最後はナインティナインの岡村です。ことの発端は松本が1994年に出した自分の本である遺書に、ナインティナインなんてダウンタウンのチンカスみたいじゃないですかと書いたことです。これ以降30年近く経った今でもナイナイ岡村は松本にビビっていると相方の矢部は明かしており、ほぼ共演していないが、97年に共演した時にはナイナイの2人の様子が明らかにおかしく、特に岡村は声も震えていて今にも泣き出しそうだったと言われています。さらに偶然飲みの席で岡村が松本と同席した時には、岡村は緊張してすぐに帰ったこともあるなど、チンカス事件以降岡村は松本にアレルギー反応のようなダメージを抱えているそうです。今回はダウンタウンの共演 NG な芸能人を紹介しましたが、他にも浜田雅俊のブチギレエピソードも紹介しているのでぜひ見てください。最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでもいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。